こちゃーす。中までたっぷりちはやです。今回はコーダさんのコース遊んでいきたいと思います。フェイトさんのコース、フェイトさんがこのコース遊んでた動画をもう見てます。あらかじめお伝えしておきます。じゃあサブミッションの方も頑張ってやっていきましょう。クリアしたらもう77人もいるのか、すげえな。フェイトさんクリアした時点で多分5人くらいだと思うんで、すごいっすね。昨日上げたっつうのにもうこんなにクリア者が。これあれですね、フェイトさんのやっぱり影響力なんでしょうね。さすがっすね。いや本当にフェイトさん、コーダさん、あれですもんね、新進気鋭のマリオメーカー勢ですからね。いや想像以上にこれきついな、ここ。はい、いいっすね。オッケー。ここに赤コインがあります。あ、ちょっとミスった。危ねえ。ギリギリセーフ。ちょっと危なかったです。ほっ。で、ここに2枚目があって、2枚目取ると、これが難しくなるんだよね。はっ！ OK！ いいっすね。で、3枚目がなんと、ほっ！ここにあるっていうね。右下にあるっていう。これわかんなくて、俺、コーダさんに直接 LINE で聞いたっていうね。すいませんでした。お忙しいところを LINE 送りつけてしまい、申し訳ない。その代わりね、クリアで恩返しを。クリア恩返し。鶴の恩返しみたいだね、なんかね。あぶね、今詰まりそうだった。1、2、3ガリア。スピン、OK。これはそのまま降りて大丈夫。かぶる。このかぶるタイミングすごいよね。ほっ。2、3ガリア。で、あぶね。やべえ、時間ねえ。大丈夫、落ち着いて。あ、今バーナー出てないっすね。大丈夫よ。時間あるよ。でも、こいつくんでね。オッケー、危ねえ。3秒。ギリギリセーフでした。一回死なないとダメかな。さあ、ここでね、一回タイムアップを経験し、ここにサブミッションですね。このコースのサブミッションはトゲボスでゴールせよっていうことなんで、はい。これを被ってクリアしたいと思います。と、バーナーが地味にね。あ、そうか。よいしょ。1、2、3ガリア。あー、今ちょっと伝っちゃったけど大丈夫かな。1、2、3ガリア。あぶねえ、怖え。1、2、3ガリア。ほい、ほい。2、2、3ガリア。ここは普通のジャンプでいいんだっけ。あー、やべ。あー、なくなってた。かも。危ねえ。ちょっと調整できた。よかった。これ踏んで、サンガリアスピン、オッケー。で、土管に入って、オッケー。さあ、そして問題の、本クリアですよ。リオレウス、狩らないといけないんだけど、これさ、このコースさ、ギリッギリなんだよね、時間ね。だから本当に短縮してやっていかないとダメですよね。なるべくクルーン入れないんだよな。なるべくクルーン入れないように。でも俺、クルーン癖があるからな。今度はコイン取んなくていいから。ここが難しいんだよね、このコース。OK。ちょっと調整入れてあげないと。OK。はい。はい。はい、はい。1、2、3、4、5ー！怖っ！ギリッギリ。1、2、3ガリア。なるべくクルーン入れない。クルーン入れたがる。変な癖があるから。アイスピン！オッケー！ドーン！オッケー！いいね。いいっすね。このまま行きたいっすね。1、2、3ガリア。危ねえ！スピンで調整。39秒。あー、これ多分ちょっと遅いかな。1、2、3ガリア。はい。上で、あれが、甲羅が降ってくるのか、これ。多分そういうことなの。ほっ。2、2、3ガリア。はい。1、2、3ガリア。怖えー、今ギリギリだったな。3、2、3ガリア。4、2、3ガリア。はい。5、2、3ガリア。
ここ普通のジャンプで左 OK で、ただのジャンプ、ジャンプ、勝手に踏む。踏まないの？亀ちゃん犠牲にして、亀仙人犠牲にして、あ、またクルン入れちゃった。クルン癖。なんかあれだね。湿気が強い日の女の子の髪の毛みたいな。意味わかんない例えだったね。いやー、3、2、3がりゃー。8、2、3がり。はい、ただのジャンプ。左、いやー、ちょっと手前すぎたブロック。ちょっと早めかな？プップー。ちげえの？で、即投げ。オッケー！はいはい。で、こっからずっと押しっぱで大丈夫です。こえギリギリでジャンプ。で、左。で、タイミングがわかんないんで、死にます。参るぞ。参る。1、2、3、ガリア。ほい。ここら辺は落ち着いてやるべきことをしっかりこなしていきます。なんか3分クッキングみたいだな。パラパッ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 、はーい。ドーン。今のは綺麗に壁キックできましたね。あとはね、下腕の時間が大事なんですよね、みたいな感じだな、今のは。3分クッキング始まりましたね。3分でクッキングってね、正直無理だよね。3分クッキングだってあれさ、もうなんか、これが茹で上がったやつですみたいなやつ使うもんね。2、3、4、5。料理はさ、一手間だみたいなことを親が言うんだよ。美味しくするためにはってことだと思うんだけど。3分じゃな、その一手間がかけられないんだよな。さあ行きましょう。48秒。ここまで順調ですね。全く変わらずタイム。1、2、3がりゃー。はい。もうこれ P スイッチの切れる音だからさ、ビビるよね、正直ね。残り39秒。1、2、3がりゃ、オッケー。落ち着いてスピン。オッケーか。これ調整したのほんとすげえな。相当心折れそう。ほっ。オッケー。よいしょ。1、2、3がりゃ、あんまりゆっくりやってるとね、下が濃いんだから。ほっ。あぶねえ。三段出てなかったけど大丈夫だった。ここは、ゆっくりめに、ジャンプ。これでどうだ？オッケー！サンガリア、スピンして、3、はい、1秒。うわ、これ間に合わねえんじゃね？うわ、危ねえ、間に合ったうわこれさ、3秒短縮してるって変態か？変態だな？間違いないだろ。短縮ポイントどこよその3秒いやーめっちゃ楽しいな、いい子さ。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。